キロデンプレイヤーの皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕トラえもんです。本日は選択肢は2000通り、沼の沼の沼、仁義不魔について解説していきたいと思います。とその前に告知させてください。はい、こちら200万ダウンロード突破を記念して、運営さんから最もお得な課金法ということで、解禁がされています。課金額の 15% がゲーム内で使えるクーポンで返ってくるという仕組みになってまして、ご興味おありの方はこの動画の概要欄、もしくはこの動画の最後のサムネイルからご覧いただければと思います。はい、ということでですね、アップデートで、実装された新しい、機能ですね、仁義不魔になりますかね。はい、こちらについてですね、今日はお話をしていきたいと思います。まあいろいろね、簡単そうに見えて結構複雑ですよね。はい、もうちょっと触ってる方はお分かりかと思いますが、まあ、選択肢は2000通りっていうね、ところがまあ一つねポイントとしてあるのと、あとはその不魔石のレベルを上げてそれが全部返ってくるのか、そのあたりもねちょっときちんとお話しした上で、じゃあどういう風にして、この不魔石というのを育成していけば、まあ育成とか強化していけばいいのかというところをねお話ししていければいいなという風に思っておりますので、ぜひご覧ください。ということで早速参りましょう。はい、こちらの仁義の仁義不魔ですね。はい、これになりますと、もうトラえもんはですね、このご覧の通り、まあ一旦ね今日までの進捗で、埋められるものは全て埋めているという形になりますが、まずね効果についてですね、はい、この補正効果というところで、どれぐらいのステータスの影響があるかというところと、あとセットボーナスですね。はい、同じタイプを組み合わせると、2セット4セットで、あと6スロットなのでもう2セットね、はい、2つで計3つの効果が得られますということになります。でこれね、この2セット4セットの反撃ダメージ係数が2つ合算で重複するのかというところなんですけども、ここね仁義不魔でまず 6% は置いといて、この 15%、はい、ここですね、ここがポイントになってます。なのでセット効果の、ここですね、この下、はい、5% と 10% は、5足す10で 15%、はい、合算されるというところが、まず一つね、まあ、なんでしょう、ポイントとしてお伝えするところかなというふうに思っています。でですね、まず基礎的なところなんですけども、この仁義不魔の不魔石の組み合わせは、考え方組み合わせかなは、3パターンあります。一つが、この1ですね。はい。1、2、3、4、5、6とありますが、はい。この1はですね、主能力は全部体力です。はい。で、2は、攻撃ですね。この上、左上見てください。攻撃。で、3が、全部、誰を、どれでも防御。はい。で、4が、これがね、いろいろあります。はい。これ、後で全部まとめたものをどんどん出します。はい。で、5番もいろいろあります。はい。反撃ダメージ軽減とか、あとは仲間ダメージ軽減とか、まあ、軽減系が多いですね。通常攻撃ダメージ軽減とか、連撃ダメージ軽減とかね。はい、ありますと。で、6ですね。6もいろいろあるんです。ボスダメージ、はい、会心抵抗加算、技能ダメージ軽減、ボスダメージ軽減、ボスダメージ、技能ダメージ軽減とかね。まあ、いろいろあるわけですよ。はい。まず、なので、この位置、場所ですね、の位置のによって、まず、主のステータス、はい、ここだと今、ボスダメージになりますが、主のステータスが変わるというのと、もう一つが、ここ、二つ目がこれですね、タイプ、はい。これがまさにセットボーナスが組み合わさると発動するところですが、トラえもんは今不屈の心を4つで反撃ダメージ王さんが5と10で、あとは、魔力の操り手ですね、これで2セットつけて通常攻撃ダメージが、アップしているというセット効果がついているということになります。はい。で、あとはですね、はい、3つ目はここです。サブステータス。はい。これがね、結構この仁義のまさに沼と言われるところでして、まあ、基本的に高いランクかな。紫にもたまについてますね。はい。打ち上げとかね、ここですね。打ち上げ。はい。とか、これもそうですかね。はい。あ、ここついてないわ。ついてなかったりするんですけど、黄色はね、はい。SR ですかね。回避無視と反撃ダメージ乗算が、ついていたりということになってきますので、このサブステータスは、ですね、タイプ1、場所1に関わらず、はい、これはまあ、技能ダメがあってってことになりますけども、
はい、技能ダメがまず主星座ですね。でこの下が、緑の文字が、いわゆる、サブステータスになりますが、このサブステータスは、そのいろいろあります。でこれは1番に、だから出るサブステータス、例えば2番の位置に出るサブステータスというのはなくてですね、どの位置においても、このサブステータスというのはすべからく出てきますということになります。はい。でこのサブステータスはトラも今緑しか持っていませんが、これさらに上位ランクのサブステータスになると青とかね、色が変わっていってランクが上がっていくということになります。っていうことで、まず基礎的なところで言いますけれども、今言いましたね、まず位置によって、主となるステータス効果が変わります。でタイプ、はい、3つありますね。で最後がサブステータス、これは位置に関わらず、何かしらがつくというものになりますが、それが、まとめた表がこちらになります。いやもうね、信じられないほど分かりやすくまとめていただいてるんですけども、これはサーバー190のリルルさんという方が作成されたものになりまして、一応ね海外版の情報をもとに、作成してますので、日本版は仕様が異なる可能性がありますというところはご留意ください。まさにねこの組み合わせなんですよ。はい、一番上が1で1,2,3,4,5,6 ですよね。で、まあ、場所を置いといて、主性能が1は体力、さっき言った通りですね、2は攻撃、3は防御で、4と5と6はいろいろな可能性がありますよと。で副性能っていうのがサブステータスのことになりますが、これがまさにすごい種類があるんですよ。はい、通常攻撃ダメージ量産とか、連撃ダメ乗算、反撃ダメ乗算、仲間ダメ軽減、ボスダメ、ボスダメ軽減、まあもろもろありますということになってまして、はい、これがいわゆるこの神器不魔の、組み合わせパターンになります。なのでこれをですね、主性能ですね、いわゆる場所かける、あとはさっきの、セット効果が生まれるタイプですね、かけるこの副性能、はい、これをですね掛け算をすると、合計で約2000通りの不魔石の組み合わせがあるということになります。はい、なのでこれがですね、かなりまあ沼というとあれですけどね、まあそこまで気にすることは途中まではないんですけども、まあかなりね、特に副性能なんかはね、かなり強力な、乗算のね強力な、ステータスも多いので、これをいかに、まあ、運よくね自分が欲しいものを厳選できるかというのがポイントになってきます。例えばトラえもんであれば、まあ、やっぱり斧なので、まあ、タイプはね、主性能は、例えば、まあ、反撃ダメも欲しいし、連撃ダメ軽減も欲しいし、あと会心ダメ加算が欲しいですね、主性能は。でタイプは、まあ、今のセット効果がいいかなと。で副性能で言うとやっぱり反撃ダメ乗算、あとは、会心ダメ加算とかね、このあたりが欲しいなというので、まあこれを見ながら、まあね最終的には運になりますけれども、まあどの組み合わせが理想的なのかが分かりますし、まあ今その自分が持っているその駒というのが、まあ、どれだけねそのいいものなのかっていうのもよく分かると思いますので、本当ねこの表めちゃくちゃよくできてます。はい、もう本当にあのリルルさんありがとうございます。あのリルルさんが運営されているこういった情報が、まさにてんこ盛りのデータベースが、ウェブサイトがありまして、それこの動画の概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひご覧ください。はい、こういった情報がねもう満載です。はい、ということでまさにねこの組み合わせを、見ながら、この不魔石はどれだけいいのかっていうのをね、まあ、見定めながら進めていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、であとはですね、次、ヘルプちょっと見ていきましょうか。はい、ヘルプにもまあいろいろあるんですけれども、まず、4番ですね、隕石を4レベル上げるごとに、副性能が、1つ追加されるか、既存の副性能が強化されますということなので、これ不魔石はランクに関わらずレベル20がマックスになるんですよ。はい、なので、まあ、4上げるごとなので、まあ5回チャンスがあると中で副性能がつくか、既存の副性能が強化されると、まあ、これはもう運になりますね。だここもまたポイントになってきますよね。はい、進めるうちにね。であとは5番ですよ、やっぱり。上級隕石を強化材料と使用すると、一定の EXP 減少が発生しますということで、つまり、上級技能隕石を強化しましたと。で、それを他の
隕石の強化に使うときに、それまで、使っていた経験値をそのまま回収できなくなる可能性があります。可能性というか回収できなくなりますよというお話になってきます。はい。これがね、かなりポイントかなと思います。ちょっとね、トラウマ実際見てみましょう。はい。まず、一番ランクの低いやつですね。はい。この青い隕石になりますけれども、はい。不魔石じゃなかったですね。隕石ですね。はい。これね、レベル、1だと、はい、10なんですよ。で、要は10経験値が詰まってますと。で、これ、レベル2のものを強化しようとすると、はい、この通りですね、レベル1の20とこの10で30返ってくるわけですね。まあ、返ってくるとか使えるわけです。つまり、基礎の10と、レベル上げに使った20合わせて30が返ってくるので、青いものは全然問題ないです。じゃあ、黄色見ていきましょうか。黄色はですね、そもそも、これ一つで30経験値が詰まっています。30ですね。黄色一つで30の経験値です。これを、まあ、レベル2にすると、それを使った経験値と、元となるこの黄色の、経験値が合算して返ってくるかっていうところが、まあ、次のポイントになってくるわけなんですね。はい。で、黄色はですね、レベル1上げるのに、40ですね。経験値が必要になってきますので、つまりレベル1の状態で30で、レベルを上げてるのに40必要になるということで、これで70返ってくればいいわけです、レベル2で。はい、ということで、70ですね、はい、返ってきますということになります。レベル1で20、レベル2にするのに40で、ここで10は余ってるので70ですね、返ってくるので、この黄色、はい、黄色の、この隕石についても、いくら強化しても後で同じ量返ってくるので、問題はないですということになってくるわけなんですね。なので、さっきですね、ヘルプで出てた上位隕石は、レベル上げた時に、それを他のやつに強化するのを使うと、その経験値がね、元が返ってこなくなりますよっていう話がありましたが、この黄色は関係ありません。じゃあどこなのかっていう話なんですが、それちょっとこちらをですね、参考に見ていこうと思います。はい、こちらはですね、試練で、レベルが上がるにつれて、どのランクの、隕石がどの確率で出るか、で、報酬量として隕石が何個手に入るかということなんですけど、レベル10まではね、SR までしか出ないんですよ。で、レベル11から SSR が出るので、これはですね、ちょっとまだ確認が取れてませんが、トラえもんの仮説としては SSR からなんじゃないかなと思います。そのレベルを上げて、他のものに使うときに元が取れなくなる。なので、ここはですね、とりあえず SR までは確認できます。はい。なので、SR まではどんどん使っていいです。で、SSR が手に入ったら、もしね、強化をするときは、ちょっと1だけレベル上げてみて、確かめてみた方がいいと思いますね。はい、一応ね、 SR までも確認できているので、 SR を強化する分にはもういくらでも強化して、でまたいいのが出たら、一回他そのいいやつに、使っていく、でどんどんレベル上げていくっていう形で、まあむやみにねやっても大丈夫だと思いますが、SSR からはちょっとよ、注意してください。はい、というのと、あとね、なんかレベル10になった隕石が、なんかその該当上位隕石になんか該当するみたいなお声もあるんですけど、そこはちょっとね、トラモ真偽は不明ですね。はい、まあちょっとでも気にしてもいいかなと思うんですが、まあ SSR でしょうね、おそらく。はい、LR はだいぶ先なので、はい、というところで、ここはねちょっとそのような形でご注意くださいというところまでのお話になります。はい、であとはですね、もう特にはないです。はい、トラえもんが今つけてるものが、まあ、こういった形になってきますね。はい、とにかく自分が、いわゆる斧なので、まあ斧をね、反撃を高めながら、まあ、こういう反撃ダメですよ、ついてるもの、はい、ランクは低いんですよ、本当は黄色があるんですけども、それよりもランクが低い、かつ主性能がだけど落死性能が反撃ダメプラス 6%、 この恩恵を、取りに行ってるっていう感じですかね。はい、ここはね、4番5番6番はこの主性能が変わってきますので、ランクが高いものを優先するだけじゃなくて、この主性能の中身を見てね、トラもこれ連撃ダメがついてもしょうがないですからね。はい、見て考えていくといいのではないかなというところになります。はい、ということでですね、今日はまあ神器不魔ということで、そもそものまあ基礎、まあ3つパターンがありますよと。でサブステはね、いろんなところ
どの番号かかるとつきますよというところと、なので2000通りありますよっていうね、はい、厳選していきましょうっていうところとですね、あとはこの売却の考え方、とりあえず SR までは大丈夫ということは確認ができてますので、まあ、ちょっとレベル10になったらみたいな話はありましたけど、まあ、それもちょっと意識していただきながら、SR まではね、大丈夫だと思いますので、とりあえず今の段階では、まだ気にせずどんどん強化をしていって、いらない不満隕石を、強化に使って戦力を上げていって問題はないんじゃないかなというふうに思います。ほんとね、2000通りありますから、もう自分の理想を追いかけようとするね、とんでもないことになると思うんですよ。かつね、あのサブステもまたランクがあったりして、まあ、そう考えるともっと何百と、もう 何千通りはもう優に超えるのかなっていう形になってきますが、まあここね、うまく、はい、まあ運も伴いますけれども、いい組み合わせのね、神器不満、はい、できればいいのではないかなと、戦力結構上がりますからね、はい、ということになるかと思います。はい、ということで本日は以上です。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。